はい、大日王子城さんの昭和、明け2歳メスでサイズの方が40センチ、親子い白昭和です。お願いします。はい、親子い白昭和です。初登場ですかね。そうです。はい、まあ、あの昨年は産卵ちょっと失敗してしまい、黒子1万匹しか取れなくて、ほんのちょっとだけ残ったんですけど、まあ、ベニスも結構透明感のあるベニスで、まあ、体つきもいい体型をしていて、結構墨もいい感じに墨模様が出てくる感じの鯉です。まあ、この白昭和というのは、シゲルダイという、系統の鯉で、あの本店の方が、結構使う系統の鯉です。そうした傾向があるんでしょうか。傾向、その系統には墨が、そうですね、まあ墨が、結構白地に入って、そしてまた大きくなる系統で、まあ、正直うちの、うちらの代で一番品評会の入賞率が高い、系統の鯉です。墨も出やすいんですかね、若い頃から。まあ、これはまあ初組み合わせなので分かんないんですけど、まあ、このシゲルダイの系統は、まあ、模様も結構小模様の模様が出やすく、まあ、模様もいいんだけどまた大きくなる系統です。まあ、この鯉の親もまあ90ちょうどか、まあ90ちょっとあるぐらいの鯉です。はい、はい、じゃあ横の方も見ながらまた説明お願いします。はい、まあ、まず頭の方から、非常に、ベニスが綺麗な鯉です。はい、この鯉もオスでブッダがついてます。はい、墨が非常にいい感じに出てきています。まあ、この時は少しか取れませんでしたけど、今年も、今年は産卵もうまくいって、結構たくさん飼うことができました。じゃあ来年はライブの方にも出品がちょくちょくされるかもしれないですね。まあ1万匹で、まあ、まあそこそこ、型もできて、なんかまあ今回は結構できると思います。はい、そんな、これは初原の子ですね。じゃあね、いや、何回がいるんですか。いや、何回か通ってるんですけど、今回のブッダをつけるまでは、型は良くても冬場にゼロになっちゃう原です。はい、じゃあこう売り物としてこう販売できるようになったのはこの意味では初原ということですか。そうですね、はい、はい、難しい予言ですが、はいはい、まあ、でも親鯉は本当に、結構大きいので、見栄えもするし系統もいいので、非常に楽しみな、組み合わせの鯉だと思ってます。はい、じゃあこれから活躍してくれそうな組み合わせです。はい、親鯉ですね。はい、はい、いかがでしょうか。ライブ鯉初登場、白昭和のことです。サイズの方が40センチになります。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。